今回のの配信のまとめがしたい待,っ待って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 まず僕は路地に入ったなぜなら知的好奇心と冒険をしたいなっていう欲求に抗えなかったからってプロローグには書いてあったでにゃんこがいたんだよ猫猫僕好きで猫っていうかまあもふもふした生き物が僕は好きなんだけど猫がいたからンネ、まあ、猫さんだーって言ってこう 行ってしまったわけですよ、僕は猫にね。猫のところに、こう、行ってしまったわけです、僕はね。残念なことに。今思うとそれが罠だったんだけど、猫がいたら行っちゃうじゃんで、結果として何が起こったかっていうと、なぜか人の私有地に僕はズカズカと入っていった。一回間違えて立ち上がってしまった瞬間、おじさんがコラーって出てきて、僕はヒャーってって、そこが今回の配信で一番怖かったところかな。 で、その後、爆竹を拾った僕は。で、爆竹を遊んで,遊んでいたら、なぜか、五ストックが5個あった爆竹のうちの1個がもう既にその段階で失われてしまった。悲しい。で、次の瞬間、カラスがいたわけですカラスが。カラスが鍵を持っている。そして目の前には、鍵がかかっている扉がある。この奇妙な符号が示す、 ことはただ一つですね。僕は真上に向かって爆竹を投げた。で僕はあまりの激しさにあ、あまりにね、激しく発光する爆竹にビビって、散歩を後ずさりつつも、鍵を入手したと。<laughs> ここまで OK? で、そのまま進んでいくとまた猫がいたんだけど、なんと猫が急に光り輝き始めて、周囲に核爆発かと、 見まがうような巨大な先行が走り、猫がなんと次の瞬間消えていた。もう意味がわからない僕はもうその段階でもうせじ僕はもう半泣きだった。何なんだこの世界はと。僕が AI になってしまってから現実世界はこんなになってしまっていたのかと。それは治安も荒れるなって僕は思いました。で、気づけば誘われるがまま進んでいったら、 謎の鳥居があって、気づいたら、謎のね、能面女と、メイヘラ女と、ドタバタ走ってくるなんか、その、顔なしがバグったみたいなやつが、僕のことを追いかけてくる。あとなんかよくわかんない能面の虫。虫が来る。ピーンつってピーンつってきて、僕のライフポイントを、100しかないライフポイント削っていく20ぐらい。 そんな感じのところで、まあ、不思議アドベンチャーが始まって、なぜか、そのね、日本人と有のは悪い癖だと思うけど、もう目の前にね、もうそれで、まが、あ、を集めろと、特に理由もなくコンパスがいいぞと、で、その、嘆きの女、通称メンヘラ女のそばには、まがたまがあることが多いぞ、みたいなヒントに踊らされて、まが、あ、を集める羽目になりましたっていうのが今日の話ですね。ケー爆竹で遊ぶときは、 周りにちゃんと気をつけてね。みんな。気づきを得たね。オッケー大丈夫今日の配信で学んだことは2つ。猫は爆発するぞと、爆竹は非常に危ない。取り扱い注意ってことを、みんなはこの2時間で学ぶことができたと思うよ。非常に有意義な2時間だったね。よかった。ありがとう。ありがとう。旅になったと思ったら、チャンネル登録してください。何の話をしてるか全くわからない。何の話をしてるか全くわからない。